はいでは、クッキークラウドチームのやる,気がするくんの紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。次の流れで発表させていただきます。さて、皆さん、やる気が出ないことってありますかやる気に満ち溢れていますか僕は意外と波があって、一度やる気をなくしてしまうとなかなか復帰するのに時間がかかってしまいます。ネットで調べてみても、目標達成シートの作成などを進められるんですが、結局、続かず。 あまり意味がないかなと思ってます。でそこで、えっ、ー、と自分で解決するのは諦めて誰かに頼ろうというふうに思いました。そこで思いついたのが青色棒です。特徴としては、いつもそばにいて困った時に助けてくれる。僕のことは何でも知っている。甘やかさないけど、優しく寄り添ってくれる。やる気の出ない人のために、はるばる未来から来た。ま未来から来て隣にいてくれたら。 やる気を出すように施してくれるんじゃないかなという思って今回ハッカソンで作ることにしました仕事の場で使うスラックに置き換えて考えてみましたスラックにしたのは個別でアプリを作ってもいろんなアプリがあると使わなくなってしまう性格ですので普段使っているツールに埋め込む形にしました具体的な機能としてはこちらの3つの機能を使って皆さんのやる気の向上につなげますでは1つ目の秘密道具の紹介に入ります 上司や先輩の皆さん、こんなことってないでしょうか。部下が上司に申請を提出するときに差し戻しをする際のケースです。僕もちょっとしたミスで申請資料を何度も差し戻しにあってきたことがあります。上司は上司や先輩は仕事に追われる中で、えっ、ー、とそんな申請に対して端的な言葉でやり直しをお願いすることはないでしょうか。実は新人側の目線,目線で見ると忙しい上司の時間を奪ってしまった。 ひょっとしたら怒らせてしまったのではないかなと思ってしまいますそこでやる気を出すセル君はそんなあなたに代わって新人への接し方を指南してくれます柔らかコミュニケーター、はい、ではここでえー、っと新人が先輩に会議の議事録を提出して誤字脱字を指摘されるケースを想定してデモをしてきました あと後ほど詳しく解説はしますがこのような端的な指摘をやる気を出させるような表現に変えてどこの資料を参照すれば解決するのかっていうことを教えてくれますでその結果このような形でえっと返ってくるようになっていますポイントの解説ですが内容は変えずにやる気を出させるような表現にするっていうところをまあこうすればよりよくなりますようだとか こうすることでより素晴らしい資料になりますよっていうところを、えー、やる気を出るように表現してくれたりあとはどこの資料を参照すればこの指摘を直すことができるのかっていうこととあとは、えー、と生成したかわいい画像を使って、まあ、癒しの効果を与えるってところをしていますポイントとしては、えー、と内容を変えず新人のやる気につなげるような言葉に変えることあとはドキュメントをあえて上司が選ぶことによって 上司の意図通りのドキュメントを確実に届けるというところあとはこの癒しの画像を使うことによって何気ないコミュニケーションを埋めたらなと考えておりますはいここからはユースケースを新人に移してお話をしてみたいと思います皆さんがまだ会社に慣れていなかった頃このような経験あったのではないでしょうか 実は私は今年初めて社会人として会社に入ったんですけれどもタスクの管理だったり見通しを立てるということが苦手ですそこで考えたのがやる気出させる君、二つ目の機能ですやる気出せる君はあなたのやる気を引き出し成長を支援しますまずいきなり振らないで先輩という動画をご覧ください 先輩たちが仕事の話をしていますが新入社員まだ仕事の内容がつかめていません自分が何をすればいいのかやる気だせせるくんに聞いてみると自分にだけこっそりと教えてくれますそして作業内容を聞くことでやる気だせるくんが過去のチャット履歴を参照して仕事内容の見通しを立ててくれますこれをもとに先輩とスムーズなコミュニケーションを取ることができました こういった小さな成功体験の積み重ねが新人のやる気へとつながります解説はこの通りです AI のやり取りをもとに不安を払拭しますまた AI はあくまで支援の立場で新入社員の成長を助けやる気をアップさせます最後はやる気出させるくん3つ目の機能タスク管理支援ですこちらの動画をご覧くださいやる気出させるくんから進捗管理の通知が来ましたこれに対して新入社員は 終わりましたと返事をしますが差し戻しが怖いので以前指摘を受けた箇所が何だったかやる気出せるくんに聞きますそうするとやる気出せるくんはチャット履歴を参照して指摘点を回答してくれます修正できていることを伝えるとタスクの完了をこのように褒めてくれます先ほどの動画の解説はこちらですここでは AI が修正作業やセルフチェックは行いません 新人が修正することで新人のスキル向上につながりますまた生成 AI を使用することでチャットでのやり取りができわからないことはすぐに解決できますここが単なる他のタスク管理ツールとの違いですポイントはこのようになっておりますやる気出する群を活用し新人が成長することで企業の成長にもつながると信じております またこれらの機能は新人だけではなく他のさまざまなレベルに応じた社員も使用することができ汎用性が高いと感じておりますアーキテクチャ図はこの通りですポイントは5つございます生成 AI に触れられるよう DeFi を使い発火参観中にプロントを検討 DeFi で画像生成ができなかったのでラムダで個別開発ベッドロックのさまざまなモデルを利用しております コンテナ化も検討しましたが開発スピードを優先し EC2 を選択ハッカソンでもセキュリティ対策に手を抜いておりませんこのように d f i を使用しみんなで試行錯誤しました気付いた点としましては当初開発当初は安くて早いクロード3ハイクを試しましたがなかなか性能が改善しなかったので一番賢いクロード3.5ソネットを使用したところサクッと改善しましたまとめです まとめはこのようになっておりますベッドロックを活用し青いロボは21世紀中に完成できるのかもしれません以上で発表終わりにしますご清聴ありがとうございましたはいクッキークラウドの皆さんありがとうございましたそれでは、えー、審査員の皆さんご質問ある方ぜひ挙手をお願いいたしますじゃあ中林さんお願いいたしますあ、プレゼンありがとうございました もうかなり完成度が高いんでもう実際に社内で使ってたりするんですかこれってあそうですねまだあのこの今回の開発メンバーだけですけれども実際に使ってあのやる気出るなっていうところを感じているところです皆さんそうなんですか <laughs> やる気にめちゃくちております <laughs> 素晴らしい <laughs> ありがとうございますはいありがとうございますあじゃ大丈夫ですかあ伊沢さんお願いいたします。 もうまさにちょっとドラえもん的すぎてこれ何でもやってくれるんじゃないかなという期待感がすごく膨らむ形だったんですけど逆に現状の課題点とかがあるとよりその現状できることが浮き彫りになるかなと思うんですが実際に使ってみてこここうなったらいいのになって思うところとか今ありますか 用に出てきましたロボットあのあのですね今回デモをまあ最優先させたってところで、はいろん,んな質問に答えれるかって言ってまだそこはなかなかこれからかなと思ってますのでただそのいわゆる AI っていうものがいるという存在よりもみんなの知ってるその青いロボっていうのと会話してるっていう気持ちになれるので、うん、いわゆる AI, AI との会話よりも一歩なんか 進んだ会話ができてるなっていう実感があるなと思っておりますより親身になってくれるみたいなところが、はい、本当に隣にあの青い丸いやつがいるような感覚になってうん、うん、チャットができてるなって感じましたなるほどありがとうございますだからもう見てると本当に便利そうだなと思ったのであの得意苦手を知りたかったんですがそういったところに強みがあるというのはあの新鮮でしたありがとうございましたはい、えー、クッキークラウドの皆さんありがとうございました拍手をお願いいたします